ロバート・J・クンツはゲームデザイナー、ロールプレイングゲーム製品の作家である。様々なダンジョンズ&ドラゴンズ関連の資料を寄稿したことで最も有名である。メイズ・オブ・ザ・イエネシリーズ、最初のグレーホークサプリメント、ゴッズ、デミゴッズ&ヒーローズ、ディアティーズ&デミゴッズの初版、モルデンカイネンズ・ファンタスティック・アドベンチャー等を含む象徴的な D&D 製品を執筆、あるいは共同執筆した。ロブ・クンツは1955年9月23日にウィスコンシン州レイク・ジェニーバで生まれた。テリー・クンツは彼の兄である。クンツは13歳の時、プレイボーイ誌を流し読みをする間にミニチュアウォーゲームの存在を知った。クンツはボードゲーム、ミニチュア、プレイバイメールでの遊びを始めた。クンツはチームソニックレーシング、Inc. の6人目の従業員となり、デザイナー、エディター、出荷責任者、ドラゴン誌のコラムニスト、ゲーム大会の座長など、社内で様々な役職を務め、また短期間だがジャッジズギルドへの AD&D 系列商品のライセンス供与に関する業務の監督を行った。D&D のプレイヤーとして、クンツはロビラーという名の有名なキャラクター、他の偉業に加え、トゥーム・オブ・ホラーズを最初に完了したを育成した。クンツの想像力豊かなプレイを見込んだゲイリー・ガイギャックスは、彼をガイギャックス独自のグレーホークホームキャンペーンにおける、共同ダンジョンマスターの地位につけた。ガイギャックスの友人かつ共同 DM として、クンツはグレーホーク環境の発展に影響を与えた。例えばガイギャックスは、クンツ作の暗黒神、ターズ・デューンを、現在ではタリズダンとして知られている存在に翻案した。キャラクター、ズンクとピラーロの名前は、彼の名であるクンツと PC 名であるロビラーのアナグラムである。クンツはまた、フェイト・オブ・イスタスに2つのアドベンチャーを寄稿した。クンツは、マウレ・キャッスルシリーズのアドベンチャーを執筆し、ダンジョン誌で発表した。2006年、彼は、発表済みの限定版を元にした、最新のロールプレイングアドベンチャーモジュールを出版するために、新会社パイドパイパーパブリッシングを立ち上げた。以下はそれ以降に出版されたものであり、オリジナルのレイク・ジェニーバ・キャッスル&キャンペーンからの要素が含まれる。ありがとうございます。